いいぞ、またいいぞ。こんにちは、よろしくお願いします。ここからは DD 知得情報のお時間です。このお時間の進行は今日も魂込めてもろもろコール、ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠と、入ってない、いいね、出だしいいね。失礼いたしました。アシスタントはシアドラゴンズ2016上田潮です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。わかったでしょ。いや、ちょっとあの出た初めてなんですよ、ね、このコーナーね。そうですね、ちょっと、はい、ちょっと爪痕を残していこうかなと最初からすごい爪痕を残した、でも何でもこの DD 知得情報出たかったんですね。そうです、出たかったです。はい、なんで、なんか面白そうだなって。おーおーおー、そうですね、思ってましたか。思ってました。おー、そうなんだ。喋、はい、るの好きなんで、うん、あ、そうなの。はい、結構いじられキャラな感じはしてたけど。そうですね、そうなってしまいましたね。おー、そうなんだ、はい、いろいろ引き出していきたいと思いますね。皆さん力貸してくださいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず昨日は見事にドラゴンズ勝利でした。おめでとうございます、皆さん。逆転勝利は気持ちいいですよね。ちょっと赤い方々申し訳ありませんね。昨日の試合、はい、見ていていかがでしたか。すごかったですね。おー、何がすごかったかな。ビシエド選手のホームランですね。気持ちよかったですよね。あそこはね、僕もコールをさせていただいていて、あの7回裏で3点取って追いついたでしょ。もう次の回ビシエド選手からだってことで気合を入れて、もうなんかホームラン打ってくれって気持ちをいつも以上に込めてコールしたところ、初球でしたよね。気持ちよかった。今日持っていただきましょう、はい、そんなビシエド選手ですけども、はい、何がすごいと思います、見てて。何がすごい、うん、勢い確かに勢いはあるよね。どの辺に勢いを感じますか。オーラがすごい、オーラがすごい勢いがあります。ちょっと大丈夫よ。大丈夫ですかね。セーフよ。オーラもすごくて、すべてに対して勢いがあります。ちょっとやばい、やめてください。大丈夫です。大丈夫ですか。全然大丈夫。ちょっとテンパってます。あ、オーラがすごい勢いスピードで出てる。そうですね、出てます。普通の人のオーラってどんぐらいで出てるの。じゃあ例えば僕ないけど、僕のオーラってものがどんぐらい出てるんですか。こんくらいですかね。あの、はすごいです。流行燃焼って感じ。あ、見てくれてるから。見てます。あ、そう、一緒にやってみる。流行燃焼ね。普通ですね。あんまり出てる。始まったぞ。なんか今日いろいろ起こりそうなんだ。そうなんだ。じゃあ俺のオーラが仮に出てるとしたらこんぐらいだったとして、はい、ビシエド選手のオーラはどうなの。もうこんぐらいです。マジです。あ、そっかそっか、はい、ね、今日もオーラもホームランもね、たくさん放ってほしいなと思う次第ではありますが、はい、さあ、そんなしおんちゃん、はい、プロフィールを拝見したところですよ。はい、特技のところに料理とありました。はい、はい、もちろんいろんなものを作ってるんですよね。はい、私一人暮らし経験があって、はいはい、料理してました。うん、得意料理は何ですか。2つあって、はい、はい、1つはアボカドサーモン丼切ってのっけるだけかな。そうなりゃ、アボカド切るの難しい。え、アボカド切るの難しいんですか。あ、そうですね。なんで種を包丁でガッて刺して、ガッて。よくわかんないから、ガッて、ガッて。そうですね。おー、で、切ってパッて出せる。あ、その技術が必要な。そうです。おー、急に食いついてきたね。あ、そうですか、なるほど。じゃあ、まあ参考までに、もう一つの得意料理は何なんですか。もう一つは、卵かけご飯です。卵かけご飯。そうです、TKG。あ、そっか。まあ、割るのが難しいのかな。いや、割るのは混ぜるのが。あ、そう、そう、ま、混ぜるの難しい。あ、オリジナルの混ぜ方。オリジナルの混ぜ方特にないんですけど。あ、なんかこうオリジナルの醤油をかける。あ、そういう感じですね。あ、本当？はい。今嘘をついてる。
乗りました、すいません。面白い人ですね。ああ、そうですか、そうですか。じゃあ今後作ってみたい料理とかありますか？は、はい、母がすごい料理が上手で、あ、そうなんだ。私はすごい好きで、うん、ロールキャベツ、あ、これは難しいですよ、うん、ピーマンの肉詰めとか、はい、そういう手が込んだものを作りたいなって。ほうほうほう、現時点で全く手が込んだもの作ってないもんね。そうですね、でも最近スムージーとか作ったりします。ほう、スムージーって作れるんですか？はい、ミキサーに冷凍のフルーツと牛乳を入れて、ミキサーにやってもらってるんですよ。あと氷も入れます。いや、一緒だよ。とにかく入れるんだよね。そう、入れて、うん、ガガガガガガッと。あー、そうかそうか、押し加減が重要かも。そうそうそう、本当。そうですなるほど、はい、今後も、料理情報を楽しみにしてください。はい、はい、またぜひいろんなものを作ってくださいね。作ります。はい、昨日から引き続き非常にですね、この時間はグルメ情報満載でお届けしているんですが、じゃあ時間的にもそろそろ僕のあれいっちゃいましょうか。僕のあれはダジャレじゃないか。まあまあ言っちゃえばダジャレですよね。はい、そうです。ご家庭でできる相手先発投手攻略法ということで、相手先発ピッチャーの名前にちなんだものを飲んだり食ったりしていこうというコーナー、全てはイオンモールさんでご購入させていただいていると。イオンモールさん素晴らしいお店ですよね。いつかなんかねついてきてくださるといいなと願いを込めていってますけども、さあ、そんな中今日の、カープの先発投手を教えてください。はい、カープは中村投手、ドラゴンズは吉見投手で、午後2時プレイボールです。そうですね、まずは吉見投手に、今季1勝目を飾っていただくべく、皆さん熱い応援どうぞよろしくお願いします。今日こそ勝ってほしいですよ ね。さあ、で今中村投手って言いました。はい、はい、カープ実は中村姓、中村名字の選手が3人いらっしゃるんですね。非常に中村さんが多い。ちなみにキャッチャーで中村康介選手背番号68、ピッチャーで中村優太選手67番の背番号、今日の先発ピッチャーは中村恭平選手で背番号22番。まずここを整理しておきたい。単に中村ってとこでかかってるだけだと面白くないかなと思って。はい、中村恭平ですよ。恭平さん、はい、フルネームで何回かちょっと読んでもらっていいですか。ゆっくりでいいか。中村恭平、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 入りました、中村恭平。ちょっと待って、出してない出してない出してない、中村恭平いかがでしょうか皆さん。今回お割といいつもりだったんだけどな。カープファンの方のキョトンとした顔が非常に印象的ですけども、ね、今日はこれを食って攻略していこうと思っている次第です。結構無理ありましたね。いやいや、でも全部合ってるよ。だからね、僕ね、これ前振りで昨日の試合の途中で予告先発投手を発表するタイミングがありますよね。6回の表終了時、聞いてくれてました？カープの先発投手は中村恭平。ちょっとだけね、泣き気味に行ったんですよ俺昨日。気づいてくれた方はいませんね。はい、なさそう、ま、大丈夫です。こんな感じだ。今日も頑張りましょう。頑張ろう。はい、以上ダジャレのコーナーでした。ありがとうございました。やっぱりね、そうなんだよね、うん、割とお子さんには受けが良かったりするんだよね。さあさあ、じゃあ次は何行きましょうかね。じゃあ本物のグルメ情報そろそろ行きましょうか。はい、行きましょう。はいはい、というわけで、名古屋ドーム飲食部さんからですね、昨日に引き続きグルメ情報をお届けしていくわけですが、まずはキャプテン平田選手プロデュースの玉弁ということで、あ、そっか、今日ねこれご用意しました。平田選手プロデュース玉弁でございます。でもね、何でもかんでも言っておくべきですね。昨日のステージでグルメ情報で物がないとはどういうことですかと軽く言っといたら、今日現物届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました、贅沢弁当。じゃあ早速、はい、食べてみようよ。はい、はい、食べさせていただきます。問われるよ。いやいや、そのままもう開けてマイク置いて食べてください。ありがとうございます、はい、じゃあ中身は僕がお伝えしていきますね。はい、いろんなものが入っているんですが、あ、ここには書いてない。じゃあこれでいいよ。はい、
ハンバーグとなんかこれチャーハンと焼きそばが一緒になったような、そば飯だ、そば飯ですね、そういうことか、はい、うん、あと唐揚げとキムチと焼肉とたこ焼きとチヂミ、こってりしてんねこれね、こってりですね、関西だからこその贅沢弁当ですよ、贅沢です。これまずさ、はい、このラインナップ見て、はい、どこから行くの？私は、うん、ブロッコリーから行きますじゃあいいんだよ、いいんだけど、今全部言ったものの中からブロッコリー入ってるこれですねブロッコリー、やっぱ野菜ものからいって、まあまあ気持ちはわかるけどね、はい、まあ、これ今食べてさ、リアクション取りにくくない、はい、そうですね、ちょっと、うん、なんかちょっと主菜っていうかさ、なんか、うん、メインのとかさ、焼きそば、そば飯からじゃあ行ってみる、行きます、はい、どうぞどうぞ、はい、そば飯ですねご飯の中に焼きそばが入ってます、うんうん、うん、おー、それがそば飯だよね、うん、なんか他にないのかい、でと味が関西風で濃いです、あ、そうなんだ、やっぱり濃いんだ、はい、あ、そっかそっか、なるほどなるほど、じゃあちょっと米行くと他のおかずも食べたくなるでしょ、そうですね、うん、いいよ、行ける範囲で行っちゃおう、お好み焼きですか、チヂミ、お好み焼きですね、あ、お好み焼きか、はい、お好みだ、大阪といえばお好み焼き、ああああそうだ、粉物コンボですよ、うん、そうですね、あ、めっちゃ取られてる写真ありがとうございます、あ、お好み焼きですね時間差食レポ、え、何、お好み焼きです、お好み焼きです、具だくさんです、うん、そうだよね、はい、なんかこうさ、ないの、こうふんわりとかさ、なんか、あ、味的なこと、ここに書いてない書いてないふんわりしてます、ふんわりしてる、はい、お、そのままいただいたね、あの冷めても美味しいって、あー、そっかそっか、 それあるかもしれないね、はい、うん、まさに何は贅沢弁当ということで、平田選手プロデュースでございます、はい、こちらが1300円ということで、販売場所が、一応限られているんですが、はい、書いてある2階、はい、そうですね、うん、名古屋ドーム内の2階と5階のそれぞれのコンコース売店で販売しております、はい、はい、ぜひお買い求めいただければと思います、はい、さあ続きましてまたキャプテン平田選手のプロデュースでございます、今度は現物がないんですが、はい、ないんですね今度はなんだこれ、粉もんセットっていいですね、大阪お好み焼きとたこ焼きですよ、嬉しそうなお顔で食べてますよね、大阪ソウルフードダブルでお楽しみくださいとのことで、こちらは850円ですね、はい、はい、どこで売ってるんですか、こちらも5階、こちらは5階の73通路横にあります、うん、はい、お祭り焼き兵衛に販売しております、で2で2手、あ、2手いいね、2手だね、はい、というわけでこちらもね、ぜひお買い求めいただきたいと思う次第です、はい、平田選手はね、でもね、昨日、一昨日あたりとちょっと当たりが止まっているだけに、これをちょっと勢いとしてね、つけてもらいたいですよね、今日は平田選手、キャプテンに頑張っていただきましょう、そんな願いと気持ちを込めてぜひ皆さんにもお召し上がりいただきたい次第です、はい、さあさあさあ、他にもまだまだグルメ情報がありまして、今度は6、お虫がいましたね、本当？虫がいました、どんな虫？ちっちゃい虫が、あ、そう、自由だね、君ね虫いた、はい、大丈夫、もあ、大丈夫、あ、本当、はい、なんだっけ何はの贅沢弁当、あ、終わった、終わりました、終わりましたよね、はいはい、じゃあ続きまして、こちら、グルメ予告として6月17日から19日のガールズシリーズ2016のメニューを紹介させていただきます、今年のドラコイガールズデーは6月18日土曜日になりますが、その前後も含めた、含めてですね、ご用意しているその中のグルメ企画、女子といえばグルメということで、2つの商品を6月17日からご用意しておりますよと、はい、はい、これだ、こちらが浅尾選手プロデュースの浅尾ビューティードリンクです、女性のお客様に喜んでいただけるようにコラーゲンや今話題のスーパーフードチアシードなど美容に嬉しいあれもこれもが入ったピーチでまとめたドリンクです、なるほど、はい、またこれやたらかっこいいね、そうですね、こんな爽やかにドリンクを持てますか、そうですね、あー羨ましいね、そうですね、ちなみにさっき何チアシードって言いましたけど、知ってますか、いや僕知らない、知ってる方
いらっしゃいますか。まだちょっとでも少ないね、教えてください。そうですね、お腹の中でプーと膨らむお腹の中でプーと膨らむあのダイエット食品みたいな。あ、そうなの、合ってます、知ってる方大体合ってる、合ってます合ってます、本当合ってるよね誰にタメ口で聞いてるの。あの今マリナと雪乃が応援に来てくれて、あ、応援に来てくれたの。そうです、あの心配だから。あ、そう優しい動機ですね。もう最初からすごい爪痕残してるよこの人そう、前、チアシードドリンクをマリナが控室で飲んでいて、はいはい、あれちょっと嘘ついたかもしれない終了美味しいです、チアシード、チアシード美味しいですね。で、今の情報も間違いはないわけですね、ダイエット食品ということで、はい、それも入っている。入ってます。あー、さすが浅尾投手、女性に対して優しい心遣いですよね、素晴らしい、はい、そしてまた平田選手ですわ、はい、これ何ですか。こちらがオリジナルマリブソーダね、南国が香る甘さとパンチの合わせ技、ココナッツが香る、ココナッツですね、ココナッツが香るリキュールソーダではあり、ドラゴンズブルーにアレンジしたオリジナルカクテルです。おお、美味しそうに飲んでますね。美味しそうですね。夏といえばマリブでしょうという。お酒ですね。あ、これお酒なんだ。はい、ああ、そっかそっか。じゃあね、お子さんに対してはね、もちろん NG とはなりますが。パイナップルだけ食べればいいですね。そっか、そういう手があるか。お母さん、お父さんにドリンクを、うん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 、お子さんにパイナップルを。そっか、シェアすればいいんだ。シェア。なるほど、あったまいい。あったまいいですね。次行くよ。はい、行きましょう。行きましょう。はい、他にもあるんですよね。はい、あと何でしたっけ？この2つか。はい、お願いします。はい、そうですね。うん、あ、これがなんだ？これはまだ発表されてないですね。あ、そうです。私たちもそうですね、プロデュースをさせていただきました。あ、すごいね。はい、チアドラゴンズさんがプロデュース、カミングスーンって書いてある。そう、カミングスーンです。あ、じゃあまだ言えないわけだね。そうです、カミングスーンです。おー携わった携わりました。お、まだ一歩近づいたね、今ね、はい、携わりました携わりました。え、何、じゃあアボカドとか入ってるの。アボカドちょっと入れてみました。本当？あ、ちょっと嘘です。どっちか入ってないよね。入ってない。あのスイーツなんだ。スイーツだよね。スイーツだよね。多分スイーツ。多分。また同期に確認したら大丈夫、大丈夫。合ってます、合ってます。スイーツです。はい。食べ口で確認してよちょっと。大丈夫だよね。スイーツだよね。スイーツ、はい。スイーツね。なるほど。何らかの形でじゃあシオンちゃんも携わっていると。はい、携わりました。なるほど。はい、間もなくこれね、公開になるとのことなんで、お楽しみにということになります。はい。はい。ぜひ。いやー、面白いですね。いろいろ楽しいです。楽しいですね。さあ、他にも告知がありまして。はい、本当楽しい。楽しいです。あ、本当。はい、どうでした、この夢の DD 知得情報、今日いざやってみて。こういう感じなんですね。緩い感じなんですね。あ、そうそうですね。いや、この D ステージの中で一番緩い時間帯ですよね。私好きです、こういう緩い感じ。あ、そう。はい。おー、今日グイグイ来るね。はい、ちょっと爪痕を残そうかと。おー、残ってる残ってる。また来れますかね。うん、あ、大丈夫。あ、で、ちょっとあと仕事しとこうかな。28日土曜日、ヤクルト戦シャオロンデーとなっています。はい、ちょっと手伝ってもらっていい？はい、昨日もお見せしたんですが、シャオ、かわいいですね、これ。これが先着3000名の方ですね。はい、シャオロングッズをお持ちの先着3000名様です。はい、そうですね。ぜひですね、こちらもゲットしに土曜日足を運んでいただきたいと思う次第です。はい、このシャオロン、いっぱいいるけど、どのシャオロンが好きですか？難しいですね。ちょっと眠そうなやつ。あ、結構真面目に答えてくれるんですね。ありがとうございます。眠そうなやつ。眠そうなシャオロンが可愛い。可愛いですね。なるほど。はい。はい、じゃあ次行きましょう。あ、はい、すいません。はい、次が29日日曜日、今度はパオロンデーということになりますね。はい。はい、同じくパオロングッズをお持ちの先着3000名の方にこちら、はい、タオルをプレゼントさせていただくということになります。はい。ともに可愛いね。可愛いですね。タオロン。パオロンデー。パオロンデーだからね。そうだよね。そうですね。結構そのままのことを思いっきり言うの好きだよね。そう、勢いとノリで生きているんで。そうなの。はい、そうです。そっか。勢いとノリでダンスもやってるのかな。それは
ちょっとまた別ですね。あ、そうなんだ。はい、勢いもあるんですけど、うん、ちょっとここは真面目に。お、プロ魂をちょっと発揮してますね。そういうこと言うときね、必ずウッチー先生のチラッと気にするんですよ、ね、このステージに立つ前からウッチー先生どこにいるんですかね、どこにいるんですかね、あそこに立ってますかね。どうでしょう、ウッチー先生、今のところ彼女のパフォーマンスはいかがですか。ここまでの彼女のパフォーマンスはいかがですか。あ、ブー。うっそー、うそー、うそー、バツきましたね。いやでも盛り上げてくれましたよね。では時間いっぱいまでまずは情報をお伝えしておきましょうね、はい、他にもあるので、来週20日ジャイアンツ戦、はい、いよいよ昇竜デーとなります。あのユニフォームもまた配布する日ですね。今日来てくれてる方がいらっしゃいますね、ありがとうございます。そう、カメラを回してくださってなかったです、ありがとうございます。ぜひ足を運んでいただきたいと思う次第です。その時にはでもあれだね、本当首位攻防戦とかなってるかもしれないね。そうですね、楽しみですね。ね、頂上決戦となる、ね、ことを願いながら皆さん待ちましょう。続きまして、あ、そうだ、21、22の土日ではジャビットも登場すると、来てくれるんですね。楽しみです ね、あのマスコット可愛いよね。可愛いですね、ジャビット。あ、そうなんだ、はい、結構お気に入り。はい、他球団のマスコットの中で言うとどうですか、好きなキャラクターは。ジャビットって。あ、他球団だとジャビットが一番好き。あとつば九郎さんも。あ、そうなんですね、はい、思い出したかのようにつば九郎さん。ありがとうございます、はい、まあでも今日はね、カープファンの方もいらっしゃるんでね、カープのマスコット、スライリーさん、いいですよね。はい、はい、ベルちゃん。ベル、あ、すごい、ベルちゃん。ベルちゃん、すみません、はい、ありがとうございます。助けていただいてありがとうございます。はい。かわいいですね。ですよね。はい。ジャビットの登場も楽しみにしていただければと思います。そして24日、25日は浜松豊橋で DNA 戦がありまして、チアドラゴンズは5名、そしてドアさんと、はい、僕長谷川匠も登場いたします。はい。よろしくお願いします。お願いします。あ、ただこれあれですね、外野席はそれぞれ完売だそうです。浜松豊橋、それぞれ外野席は完売のようでございますが、内野はまだ前売り券があるとのことなので、ぜひですね、皆さんちょっとね、足を運んでいただくということになりますけども、ご来場いただければと思います。はい、じゃあ気持ちちょっと余ったんで、もうちょいいいんですよね、もうちょいいいんですよね。はい、じゃあさ、なんかいろいろ持ってそうだから、あえて無茶振りをしようかな。来ますね。なんか昨日ここのステージでチアドラゴンズの皆さんがモノマネしてましたよね。モノマネやってましたよね。してました、やってました、ね、なんか一つぐらいありそうでしょ。はい、おお、いきましょう。ずいぶんなんか喉のコンディション整えたね。はい、うん、ほらハードル上がってるよ、うん、これあの やっていいやつ、やっていいやつですね。ここやって大丈夫なやつですね、モノマネって。うちさんが多分大丈夫って言ってるんで、はい。じゃあ何やるんですか。トトロのワンシーン。やばいやつだって言ってるじゃん。結構私あの同期の前でそういうものとモノマネとかやっちゃうんですね。あ、ここで披露するの初めてですね。初めてですね。すまさかここでやるとは思わなかった。あ、そうですか。もうじゃあぜひね、皆さんね、今カメラが随分台数増えたから、あ、怖いですね。はい、トトロのモノマネお願いします。トトロのモノ、トトロ、あ、ワンシーンね、ワンシーンの、はい、いきます。あなた、チョチョロっていうのね、チョチョロバー。 DD 知っとく情報、この時間は菅原匠とアシスタント、チアドラゴン2016上田翔でした。ありがとうございます。今のさ、どこのシーンでしたっけ。今わかるんですか。わかりますよね。あ、わかる、大体わかる、わかんない。ちょっと教えてあげて。正直ですね、子供は、うん、トトロに出会ったメイちゃん。メイちゃん、そうです、メイちゃんと、じゃあトトロのシーン、出会ったシーン。あー、そうです、そうです、全然似てない。正直ですね。そうですよね。いや、なんとなく雰囲気は伝わりました。伝わりましたか。うんうん、よかったですね。ぜひ皆さん、拡散をよろしくお願いします。あー、そうです。結構皆さん撮ってあげてくれるからね、はい、そこだけ、そこだけ、逆にそこだけカットしてあがるよ。そうですね。はい、というわけで本当にお時間が来てしまいましたので、はい、この辺で締めたいと思います。ドラゴンズファンの皆さんね、
今日また勝って連勝で今週末締めくくりましょう。熱い応援どうぞよろしくお願いします、はい、というわけで DBC 一徳情報このお時間は今日も魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはチアドラゴンズ2016上田紫苑でした。ありがとうございました。Thank you.